皆さんこんにちは。モノトニーチャンネル、今日は何回目になるんでしょうかね。ちょっとわからないんですけども、毎回いろんな方をお迎えして、ここモノトニーピアノスタジオモノトニーで、ライブ演奏をさせていただいて、それを配信させていただいております。私中手美と申します。いつも見てくださってありがとうございます。今日のメンバーはこんな感じ。ドラムは有田正弘さん、ベースは古庄昇龍さん、そして私、そして今日はなんとスペシャルにですね、浦博則さんをお迎えしております。イエーイ。浦君はですね、浦さんはですね浦君とは、まあ、お付き合いはちょっと長くさせていただいてて、大好きなサックスの奏者なんですけれども、今、糸島に住んでらっしゃいまして、どうですか糸島は。いいですよ。いいですね。めちゃめちゃ田舎でね、自然の中でなんか、はい、ね、生活してる様子が。そうですね、その自然ばっかなんでですね。で、浦君は本当、メジャーな活動もすごくしてらっしゃってですね、もうちょっと、全国的に有名になってきてらっしゃって、横浜アリーナとかでもやっちゃったりする。さっきね、どうだったですかって聞いたんですけど、気持ちよかったっていうね、アリーナ、どうでした、アリーナ。ねえ、そんなところがでもやってらっしゃって、もう幅広く活動してらっしゃるんですけども、今日はこのちっちゃなスタジオ、私のモノトニーで、最高です、ありがとうございます。それで4人で、お送りしたいと思います。じゃあ曲は、曲の紹介を、まあ、曲紹介お願いします。じゃあ僕のとっても大好きなサックスプレイヤーの一人で、デイビッド・ファットヘッド・ニューマンという方がいらっしゃるんですが、その方の代表曲で「ハードタイムズ」という曲やってみようと思います。聴いてください。